ああ今日もしっかりお料理作っていくだ。こんばんは、たまゆりゆうです。です。インみたいな。はい、じゃあ今日は、ライ麦パンとかをまず作るんですけど、ライ麦パンとかを作った上で、サンドイッチを作っていこうと思います。豚肉の、ライ麦パンサンドを作っていこうと思います。よし、では、今日も料理していきますが、自己紹介。私、とまりぎみどりと言いまして、ネット内でアーティスト活動しております。お料理したり、お歌歌ったりしてますので、よかったら下の概要欄から、ブログなんかもやってますので、ご覧してチェックしていただけたら、応援していただけたらと思います。クッキングシート。ということで、今日はまずパン作りからスタートです。どうぞ。まず、ライ麦粉 200g。多いよね。これ乗らんのよね、多分。塩小さじ1杯、ね、ドライイースト小さじ1杯分、これでちょうど小さじ1杯分くらいです。入れます。どし、この中へ、ぬるま湯を、1人分が 100cc なんで2人分の 200cc を入れていきます。で、これでスプーンで混ぜていきます。混ぜれたら容器の方に移していきます。はい、容器に移せれたら、ここで、ラップをして30分放置です。はい、じゃあ放置。では、30分待っている間に、豚肉の、タレ、塩ダレをちょっと作っていこうと思います。じゃーん、畑から取ってきました。まだ泥付きのネギ洗う。ではでは、ネギダレを作っていこうと思います。みじん切りです。いい匂い。結構こう細かく切ってもらって、結構細かく切ったら、ここにごま油を入れます。結構入れます。ごま油とお塩少々。塩ごま塩ネギダレ。わ、めちゃくちゃいいね。ネギ塩ダレ完成。ちょっとネギ多めでしたけど完成。はい、じゃ次。はい、レタス。これはパンに挟んでいくやつです。うん。いいのが取れましたね。これはもう切り方がわかりませんね。いいのかなと思います。あ、でもこれパンをサンドイッチにするんだったら、この形よりも、ちょっとこう、ぐーっと押さえてさ、こういうサンドイッチ系の形にパンも仕上げていった方がいいよねっていうことに今気がつきました。
じゃあこの形よりもちょっとこう、ごめんね、押さえつけて、ごめんね、押さえつけて、押さえつけてもいいよね。なんかこれの半分ぐらいで多分いい感じのサンドイッチになる大きさかな。 OK、 何もしてねえけどレタス完成。レタス、あとはベビーリーフ。こちらのベビーリーフは僕植えたやつですね。ガチで僕が育てた僕の子たちですね。すごいいい色なんで、すごい美味しそう。これももうこのままこう挟んでいって食べるか、食べるかみたいな感じですね。量すごい多いな、葉っぱが。アルパン一個にこんなにこんなに挟がる、ちょっともったいないけど、まあ、もったいないというか、まあ、使い切れないけど、あと別でサラダで食べます。これですね。パンに挟げる。はい。じゃあ、パンを焼くのに、30分寝かせたので、これから、オーブンで焼いていきたいと思います。220度。220度で、あれ40分じゃなかった、20分か、ごめん、20分ぐらい、25分ぐらいだったような気がする。はい、じゃあここからはお肉の方を焼いていこうと思います。はい、お肉これ焼くんですけど、豚肉のこれとんかつ用豚肉みたいなですね。で、これに軽く切れ込みを入れておきます。ブシブシ、裏側も切れ込みを入れておきます。お肉に塩コショウを少々、裏表に塩コショウ、はい、なじませます。ちょっとこう切ります。よく切れるな、これ。ちょっとパンに挟むので、噛んだ時とかにさ、サンドイッチとかでも噛んだ時によく切れるように、切れ込みをちょっと多めに入れます。結構入れてます。はい、いきまーす。いやー、うまそう。うわー、めっちゃいい匂い。やば。なんでこんなオリーブオイルはいい匂いがするんだろうか。もう最強だと思うんですけど、マジ。最強です。斜めに切って。蓋も。焼いちゃう。はい、じゃあ豚肉を投入です。片面軽く焼けたらひっくり返して、ここに鰹節を乗せていきます。はい、で、鰹節乗せたら、ここにちょっともう残り少ないけど、オイスターソース、オイスターソースをここに垂らします。オイスターソースも垂らしたら、その上からのさっき作った塩、青ネギをかけます。
最高。わあできた。バッチリなタイミングで今度パンが焼けたので見て、ほらパン、ちょっと焦げてるけどサンドするんだからやべえ、サンドイッチのベースが崩れる、やべえやべえ、取れた、セットできた。ちょっとこう見て、ちょっと失敗だけど、取り方失敗したけど、これをちょっと食べます。オリーブオイルでちょっといただきます。つまみが、焼くかけ美味しい、焼きたて美味しい。だからちょっと出来たてのパンを半分こします。パッカー、ここに挟んだらちょっとボリューミーすぎるよね。これちょっとボリューミーすぎるよね。2人前あるからね、このパン。ここに入れていく？これ相当ボリューミーになるけどさ。もう この厚さ、ハンバーガーじゃないんだから。サンドイッチなんだから。はいよ、はいよじゃないわ。これにサラダ。サラダが、ちょっとパンがこれちょっとこれすごくこのパンがすごい狭いな、パン狭、レタス、ベビーリーフとかレタスこうやってで、こうやっといて、さあこのネギ、塩ネギをもっとたっぷりかけて、よし、オリーブオイルもかけて、終わり。これちょっとすごいよ、これすごい、すごい分厚いね、これは。これ見て、これすごいよ、このボリュームは。これじゃあマスタード、マスタード、マスタード、あ、破れてるマスタードちょっとこれ、蓋したら出来上がり、じゃん、スーパーヘビーですけど、ヘビーっていうかもう量がすごいこと、グルテンフリーポークサンドイッチの出来上がり、ボリューミーバージョンです。半分に切る、これ食べる、これこうやって食べる、ちょっとこれ食べ切る、半分に切る、こう、まあ、半分に切る、ダメだ、崩れる、半分に切れんな、これ切れんわ、もうこれはこれを、分かった、サランラップで巻こう、ラップラップラップしようぜ、じゃん、いいじゃない、ラップで巻きまして、これで食べていこうと思います。
ちょっと食べます。でも豚肉やっぱうまうまうま。いや、なかなかすごいのができてしまいましたね。これはすごいのができてしまいました。味とかバッチリ。このサンドしてるこのライ麦パンの分厚さたるや、ものすごく分厚い。あの豚肉とかの味付けの感じはもうバッチリでした。おいしい。はい、ということで今日はサンドイッチでした。ありがとうございました。うまっ、おいしい、うまっ。最高。